どうも皆さん、こんばんは。金魚愛好家のマー君です。今映している水槽は60センチ水槽になるんですが、以前もね、言った通り、30センチ水槽と60センチ水槽でメダカは飼っているんですけども、このメダカはね、ここで飼っているのはミユキメダカと、普通の青メダカの光体験になるんですけども、広すぎて撮影が難しい。見えるかな。ミユキはねめっちゃ綺麗ですよね。横から映そう。いました、いました。見えますか？で、みゆきですね。で、このでっかいやつが、ここだ。いたいた。このでっかいやつが光メダカですね。上下対称の。なかなかピントが合わないんですけどね。あ、いいね。みゆきはめっちゃ動画写りいいですよね、なんか。でね、もう毎日ね、卵持ってないかなって見てるんですけど、本当なかなか卵持ってくれなくて、困ったもんだ。あ、今来た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 。3匹来ました。ピントが合わない事件発生中。来た、あった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 。やっぱね、このみゆきのこの鉄仮面のこの頭の先っぽまでブルーが入ってる、白く光ってる、なんていうんですかね、白というかブルーですよね。めっちゃかっこいい、ほんまに。ということでね、この子たちも早く卵を持ってくれないかなと日々観察しておる日々です。なかなかね、卵はね持ってくれないんですけど、大事に育てていきたいなと思います。ということで、最後まで動画ご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最後に綺麗なメダカを。ということで、バイバイ。